春作日和、やってきたのは、おお、立派。これか、3、4、5、6、7、8、9、10、11段飾り。そっか、これ一つ一つやっぱり陶器なんやね。ガラスもあるか。いや、可愛らしい。気象予報士周作さんが東海地方の今こそ見たい、食べたい、体感したい旬を探す旬作日和。今回は将棋の藤井八冠を輩出した瀬戸市でおひな巡りチャリンコ旅。ゴールで待っているのは1日200個も売れる大人気プリン。いただきます。いやー、これ一番表だけじゃなくって四方全部に人形がいるんやね。観光拠点の瀬戸蔵に登場したのはひなミッド。その名の通り、高さ4メートルピラミッド型のひな壇に陶磁器やガラスの創作びながおよそ800体。こちらも全国のおひな様が並んでおりまして、ご出品をお願いしまして、去年は並んでいなかったおひな様も並んでいたりですとか。そうなんですね。はい、僕の地元が愛媛県の戸部というところなんですよ。そうなんですか。はい、戸部焼きってご存知ですか。そうなんですか。実は跡取り息子なんですけど、はい、跡取りをせずに、はい、こんな仕事やってます。2階の瀬戸蔵ミュージアムを彩る千代紙の吊るし飾りもこれまたビューティフル。瀬戸市では来月3日まで塔の町瀬戸のおひな巡りを開催。街中におひな様が飾られ、期間限定のランチやスイーツも食べられるんだって。あれが駅ですか。あ、終わり瀬戸駅だ。あれ、この辺も飾ってんじゃないですか。本当だ、そこかしこに。これも焼き物かな。うわ、どうだう。駅前の交流施設パルティ瀬戸で見つけたのは、もあるし、何見て見て、号外、号外読んでる。旬だな。そう、瀬戸市といえば将棋の藤井聡太八冠の出身地。モチーフにしたおひなさんの前にはあの話題のお店も。こんにちは。ありがとうございます。おひな巡りの何か食べられるものがあるっぽいなと思って、それで寄ってみたんですよ。ああ、そうなんですね。喫茶スマイルは藤井八冠がタイトルを取るたびにユニークな応援メニューを開発。おひなランチもあるそうで。こちらがスマイルセットになります。瀬戸のおひな巡りなんで、はい、瀬戸焼きそばとあとスイーツがついてます。瀬戸焼きそばっていうのはそもそもどういうものを瀬戸焼きそばって呼んでるんですか。瀬戸の器に豚肉の煮汁で出した醤油ベースのタレで蒸し麺を使ってます。あ、それが瀬戸焼きそば、はい、いただきます。ただの醤油味っていうだけじゃなく、その豚肉の煮汁が入ってるからかな、その豚の甘みもある。皿の絵柄の全貌が見えました。王将が入ってました。王将が、うーん、美味しかった。藤井聡太くん応援するメニューを出してらっしゃるじゃないですか。はい、北海道、九州、東京、大阪からたくさんの方が来てくれてます。あの、実際にお会いされたことはあります。ないんですよ。いろいろね、このおひな巡りやってる店はいっぱいありますからね。扇マークがあるのがひな人形があるところって言ってたもんね。あ、来た、銀座通り商店街だ。瀬戸銀座通り商店街も多くの店がイベントに参加。ひな飾りの展示や限定スイーツも味わえますが、この商店街見覚えありませんか。旗が下がっとるよ。あったあった、シャッター、これ対局中。そう、藤井八冠のタイトル戦にはファンが集結。くす玉まで登場するあの商店街だよね。まあ当然話の話題も
あ、お店の方ですか。どうですかプラスっていう。いつも見ています。ありがとうございます。今やっぱ瀬戸で旬なものって言ったら、はい、藤井くんじゃないですか。そうです。なんか藤井くんにまつわる商品もいろいろ。はい、あります。どん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 勝に従ってこういうのが増えてきた感じですか。はい、特に八冠になってからはオリジナルのものが本当だ。結構セットに来ていただくお客様も増えたので、何か記念にっていう時はこういうのすごくありがたいです。会ったことってあります？ないです。見かけたことは？ないです。商店街の近くにある招き猫ミュージアムは愛らしい猫の表情に注目してくださいね。あの右側へちょっとあ本当だ。これですね。当社のスタッフが書きまして、字の色がちょっと慌てて書き直した。藤井くんに会ったりとか、あと見かけたりとかってしたことあります？ない。藤井八冠、地元で愛されてるね。中にはこんな人も。あの見たり会ったりしたことはあります？会いに行ったことはあります。瀬戸市役所で、市民栄誉賞をもらわれて、あの会いに行きました。目の前を通られました。ああすごい。これでちょっと待ってね、はい、どこから、はい、あでもこれすごいよく撮れてるね。思い出しちゃうわ。どんな気持ちでした、その時？なんか会えたって思いますね。嬉しかったです。藤井くんのおかげでこのやっぱ商店街も変わりました？そうですね、商店街というより瀬戸が変わったんだと思います。瀬戸の何でしょう、イメージアップだったり、みんなが元気もらえてる気がするし、鰹節や昆布を扱う尾張屋の3代目森博子さん、何でも藤井八冠に刺激を受け、去年12月から削りたての鰹節をコーヒーのようにドリップするだしスタンドを始めたんだって。鰹のいい香り。これ鰹だけですか？だけです。何にも加えてない素材だけの味なんです、味付けしてるようにしか思えない。それぐらいしっかり味を感じる。さあさあ、商店街を後に目指すのは大人気のプリンだ。やっと藤井八冠の目撃情報が最後に出ましたね。いやでもいいことだよね、これで街が活性化するって。これも多分ひたすら坂だよね。まあでもこの先にさ、プリンがあるんだよ。ああこれはきついぞ。これ無理じゃないですか。やばい、見えた。あれだあれだ。およそ3キロの坂道をなんとか走破。たどり着いたのは道の駅瀬戸信濃。今が旬の大根やいちごなどが並ぶ産直コーナーの一角に、はいはい、プリンがあるって聞いたんです。ほとんどないけど、やっぱ人気ですよねこれ。そうですね、皆さんお土産とか、して懐かしいって言って買ってかれる方もいます。プリンの生みの親はカスタードショップ魚幸の伊藤守さん。プリンの作り方は昔から変えてないんですか？はい、60年全く変わりないです。厳選した卵と牛乳、隠し味にブランデーを少々。いきます。どこか懐かしい手作りの味は1日200個も売れるとか。過酷な坂道を登ってでもぜひ食べたい一品です。こう昔ながらのプリンって感じがするね。スプーンを入れます。シュー、お、やや固め、しっかりはしてるけど中はプルンプルンだよ。あーでも卵の味がしっかりと感じる。いいね、懐かしいプリンの味。今日の瀬戸旅、一句いただいていいですか？わかりました。八冠と陶器のひなで瀬戸満開。どういうことですか？もう瀬戸の町がいろいろ素晴らしい、もう八冠もういいところがたくさんあるよっていう感じ。藤井八冠万歳。確かに言った。